こんばんは、ネクストサバイバルでございます。今日はですね、ちょっとジャンク品を買ってみたらどうなるのかっていう検証をですねしたくて、1個ブツをですね購入しまして、これがですねテクニクスの SL、 いやこれすっごいもう汚いな、これ SL96 と、あでもここは結構綺麗だ、使い込んであってて、実はですねこれなんか動くのかなと思って1000円とか2000円でオークションで落としたレコードプレイヤーですね。ダイレクトドライブオートマティックターンテーブルシステムっていうところでですね、これ何かっていうと、ダイレクトドライブ、いわゆる、直、ダイレクトドライブって日本語で何て言うのかな、直でモーターを回すという、いわゆるターンテーブル自体を、にモーターの機能をくっつけて、直で回すという、そういうシステムですね。ちょっとガチャガチャしちゃってすいません。これシリアル番号書いてあるな。いやー、すごいな。これ、ヴィンテージ機器っていう感じですよ。ちょっとこの、今もう本当にこれ買ってすぐのもの状態なんで、ケーブルとかももうこれ、湯沸いてあってですね。これもう末期っ気だと思うんだけど。いや、よくこんな綺麗に置いてあったな。もう僕だったらもっと真っ黒になってると思う。まあでも僕まあなんかいろんな動画で話してますけど、レコードの断捨離のところとか結構なんかアクセスいっぱいもらったみたいで、すごい嬉しいなと思いますけどもですね。今もこうやってる、ちょっとなんかケーブルがあまりに汚いんで、こうやって拭いております。これは使えんのかな？あ、まあでもこれ使わなくてもいいな。使わなくてもいいですけど、使えたら使ってみようかな。ああ、もうこれなんか、軸が曲がってそうだな。まあいいわ。とりあえず動くかどうかのね、検証ぐらい一緒にしたいじゃないですか。というところで、今日はですね、動画回してみましたけど、ちょっとごめんなさいね。ガッチャンガッチャンうるさくて。よいしょ。あとこの高さもですね、今これ天釣りので使ってるんですけど、よいしょ。おー、こうなってますね。なるほど。中がですね、これ開けてみようか、せっかくだから。この、よいしょ。中がこう、ターンテーブル、ここが綺麗。でもね、これターンテーブルにこれ、リニアアームって言って、こう、リニアに動く、ここに、アームが、これがですね、ここにアームがビーってついてるんですけど、これがですね、レコードの音を拾うというところで、これ、針もまだついてるんで、音鳴りそうだな。ちょっといろんな検証にね、使おうかなと思って購入したんですけど、これ、よっ、よっ、ダメだな、これどうやって外すんだろうな。こうかな？こうかな？よいしょ。これ外れないかな？よっ。なんかとかして、これ、あれ？あれ？なんか動くんだけどな、こうやって外すんじゃないかな？よっ、外れない。よっ、後ろからかな？まあいいや、ちょっとこれ動くかどうか検証してみましょうかね。とりあえずこれ電源を入れると。でもこれ思ったより、これはこう発売した当初は、まあ、もちろんね、発売したのロゴ70年代だったと思うんですけど、これはすごくいいターンテーブルだったと思うんですよ。値段も含めてですね。テクノロジーも、これテクニクスの、いわゆるDJ 用のターンテーブルのこれ走りになってるモデルなんで、あれですよ。テクノロジーの塊でございます。んで、じゃあちょっとこれ動くかどうか、電源がまず入るかどうかだよね。ドキドキすんな。えい、電源を入れてみます。せーの、ほいしょ。で、ここに電源ボタンがあって、あ、電源入った。で、これプレイってやると動くのかな？あ、ちょっと待ってよ。え？何これ？どういうこと？あ、これレコードがないとダメなんじゃない？とこれでレコードあるかないかを読んでんじゃないかな。何も動かん。何も動かんっていうことで、ちょっとなんかレコード持ってこよう。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。よし、ちょっと1枚。矢沢永吉さんのレコード持ってきました。よいしょ。
スタートプレイ、これだよな。あれ？あー、動かないか。やっぱりこれ動きそうだなと思ったんだよな。サイズが。LL スピード？なんだろう、これ。でもこれどこ読んでんだろうな。なんか、これなんだろう。こうかな。悔しいなぁ。なんとなく動きそうな感じじゃないですかね、これね。これ電源入ってるもんね。ちくしょう。せめてこれ回ってほしかったな、ダイレクトドライブ。回りません。んーね、これなんかのロックで押して、これがスタートするのかな？ダメだな。これ、ここにですね、トップパネルにいろいろこれが、こっちはスタート、ストップとかリピートとか1,2,3,4、このポジションかな、こう置いてあるんですけど、押しても反応はしないと。長押ししてもダメと。いやー悔しい。これ電源入りません。ちょっと一個悔しいな。これ自体は、あ、動きそうだな、リニアーム。サイズ、よいしょ。よいしょ。ダメだな。これが動いてくんないってことはもうダメなんだよな。よいしょ。うんともすんとも言わないもんな。ダメだったか、悔しいな。後ろこれバラしても何も出てこなさそうなんだよな。いやー残念。悲しい、畜生。あ、でも、今日はなんかすごいあんまりいいこと、良くないことがちょっといっぱいであったんで、ちょっと悲しいなと思って。くそ、動かないか。リピートとかも、これはコントロール基板が壊れてる気がするな。はい、残念でした。動きませんでした。テクニクスの SL96。これ、分解しようかな。ちょっとどうしようか考えてます。これどうなってるのかっていうと、ここにですね、アームっていうのがついてて、これがね、こういう風に動くんですよ。リニアームって言って。あ、ちょっと待って、ね。あ、ちょっと友達から電話がかかってきてしまう。ここですね。このリニアームはこういう風に動くんですけど、まあこれは動かないというところで残念でございます。ということで、すいません。これちょっと次回にエッジしないと気に食わないっていうか、ちょっと俺なんか嫌だな。ぜあ、動かねえな、畜生。はい、ありがとうございました。すいません。ネクストサバイバルでした。